のヤロス、そして日本の山下です。これまで予選通過ライン16メートル95を飛んだ選手が8人、そして山下の上に4人、5人の選手がおります。現在山下は14番目、16メートル80を飛びますと12人目、予選通過滑り込みになります。山下最後の3回目、スピードが乗って踏み切り板にきれいに乗った、どうか、乗ったでしょう。ガッツポーズ山下、超えたと思いますよ。解説大西さんですが、やったと思いますよ。行きましたかね、はい、やったと思います。そのポーズです。そういえば8月11日の南部記念でも観衆の拍手に乗って16メートル95を飛びました山下。どうですか、この辺のスピードはかなりよく乗ってますね。あ、いい予想スピードですよ。僕はパワージャンパーだと、もう少しスピードがつけばもっといいと言っておりましたが、16メートル88、これは10位、そしてヤロス並んで結局10位タイが3人おります。16メートル88、このジャンプ、この跳躍が18メーターを超えていきました。体が大きく浮いて18メーターを超えていきました。ケニー・ハリソン、坂本さん、はい、ものすごい、すごいですね。もう目が一点にこう集中しています。いやー、すごいです。今の、あの風がですね、向かい風なんですね。向かい風の中で18メートル超えてます。18メーター9センチ、踏み切りもあって、うわーすごい。これ追い風が来たら世界記録も可能ですね。自らも興奮するように18メーター9センチをマークしたケニー・ハリソンです。もちろんランキングトップ、そしてジョナサン・エドワーズが2番手17メーター88センチ、しかしまだまだ逆転があるかもしれません。さて、今朝田は1回目に17メートル60を飛んでいます。山下さん、はい、やはりこの今朝田はですね、この大会に調子を合わせてきたようですね。一番ですね、出場選手の中ではですね、一番ピークをうまく持ってきたのではないでしょうかね。予選の飛びを見てみますと、はい、まあ、今シーズンは1月23日に17メートル64を飛んで、それ以上が出てなかった、はい、しかも7月の9日に16メートル61、25日に16メートル60度、おっとちょっと下降線かなという感じがしたんですが、作り直してきてますよね。予選で17メートル47、盛り返しました。そして1回目は17メートル60でした。キューバの嵐、ケサダ行きました。2回目、さあどうでしょう。おー、来ましたね。いいです、伸びましたね。いいジャンプしましたね、はい、思わず本人もうガッツポーズですから。そうですよ、これはケサダは、いやー、やはりエドワーズそしてハリソンの戦いにですね、はい、このケサダがどうやら入ってきそうですね。割り込んできましたね、はい、完全に割り込んできました。さあどうでしょうね。いや、踏み切りもいいんじゃないですか。いいリズムでしたね。先ほどよりはいったでしょうかね。追い風 0.9 メートルでした。さあ